平成30年10月14日大阪エキスポフラッシュフィールドにて2018 X リーグディビジョン2ウエスト本日の2試合目になります。クラブホークアイ対オーパーツ福岡サンズの一戦が行います。試合開始14時キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。ホームは奥側になります。奥側ホームカラーのユニフォームブルーのユニフォームがクラブホークアイです。手前側ビジターホワイトのユニフォームがオーパーツ福岡サンズになります。ポイント数でキックを取ったチームが自軍の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。クラブホークアイは昨年シーズン X 一部に所属しておりました。ポイント数は手前側オーパーツ福岡サンズは昨年 X3 を勝ち上がり今年 X2 に上がってまいりました。両チームとも今季の優勝候補筆頭に挙げられております。福岡キックオフクラブホークアイリターンで試合が始まります。ホワイトのユニフォームオーパーツ福岡サンズのキックオフブルーのユニフォームホークアイのリターンで試合が開始されます。メインスタンドブルーのユニフォームがクラブ福岡愛一方バックスタンドホワイトのユニフォームがオーパーツ福岡サンズです。それではここでアメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたします。アメリカンフットボールは一言で言えば陣取り合戦です。両チームは攻撃チームとカットボールを敵陣からできるだ